3000塁打や450盗塁、2000本安打も達成で記録尽くし。特殊能力は超盗塁。オープン戦では打率4割超え。メイン適正がレフトで登場。不審だったが特殊能力にさよなら男。 D ランクの登場だったが日本通算200ホームラン達成。3年ぶりにショートの守備を経験。オフには西武へ復帰した。9月に現役引退を発表。引退後は2軍監督に就任。特殊能力にパワーヒッター、2試合連続サヨナラホームラン。スイッチヒッターでは初の5試合連続ホームラン。ミート型で登場。8月には月間 MVP。 シーズン88の長打を放ち、スイッチヒッターでは初のトリプルスリーを達成。1番打者として活躍し、日米通算2500本安打達成。和夫さんの TS 来年は欲しい。